箱崎チャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、袴田さんにとって嬉しいニュース、はい、じゃないですかね。はい、うん、私にとって、はい、はい、静岡に13球団目のプロ野球チームができるっていう、はい、ねえ、静岡に、まあ、でも今までも結構静岡にこうなんかこうチームがね、うん、移籍っていうかね、とかの話はありましたけど、だって浜松もなんかドーム球場計画とか、浜松にあるんですか。あ、静岡って言っても静岡市以外のことは興味がないんですか。そういうことじゃないですけど。あ、静岡県で静岡市だけですか。いや、ごめんなさい、私やっぱね、静岡って聞くと私は静岡市って思っちゃうんですよ。あ、もうそういうちょっと偏見の、多分浜松の方は静岡って言われたら、あ、浜松のことかなってなってると思うんですよ。いや、もう俺は徳島って言われたら鳴門市だけど、徳島市のことも阿南市のこともね、昨日なんかあのテレビでチャリ通のなんか学校って言って、うん、城西高校、神山校みたいなのも、はい、え、どっから通ってんのかなって Google マップで見たりとか、はい、すごいなんか興味あるけど、はい、でもやっぱり多分静岡って巨人ファン多いんですけど、うん、中日ファンも、まあ、浜松の方とかね、浜松の方いるんですよ。入れてないんでしょ、あ、ま、だから言ってたもん、あの静岡市の人、俺の知ってる人、はい、伊豆は静岡じゃないし、伊豆国で伊豆の国でしょっていう。で、あの御殿場と浜松は入れてないって言ってた。え、え、誰、ああ静岡市の人。あ、本当ですか、うん、いや、なんかやっぱ文化が全然違うからって。そうなの、お互い行ったことないっていう人たちがやっぱ多いんですよ、浜松と静岡は。そうなん、はい、でも通らないとどっちも行けないよ。まあそうですね、うん、だからあのプレー級ニュースのスタッフさんも静岡の人2人いて、うんうんうん、2人とも中日ファンなんですよね、うんうん、だ静岡だけどやっぱこう名古屋寄りのこう感覚になるわけですよ。だからドラゴンズは静岡にプレー級チームが来ることを反対してる、はい、あ、そうなんですか。ファンの人が取られちゃうから、うん、あー、なるほど。でもヤマハとか、うん、そういうのは静岡の誇りとか、ヤオハンジャパン、え、ヤオハンジャパンとか、ヤオハンジャパン、うん、昔あったよね、静岡。あと河合楽器とか、河合楽器もそうです、ね、確かそうですね、うんうん、浜松のものも、うん、まあいいものは静岡ってね。で、まあね、あ、で静岡に13球団目ができるかもしれない、うん、でも2軍だけなのよ。はい、そう、2軍を作るってこれどういうことなんですか。だからまあこれの、はい、でも客観的に見た時に、うん、なぜ作ろうとするのかっていうのは、はい、やっぱりその今楽天が大阪から仙台に行ったことによって、はい、イースタンとウエスタンが奇数になっちゃったんだよ、うん、だから要はイースタンが7球団、はい、ウエスタンが5球団って言って、はい、1チームどちらのチームも試合しない日程が出てきてしまったの。だから火水木試合ないとか、はい、金土日の週末試合ないとかって言って、うん、試合ない日ができてしまって、はい、でそこで交流戦みたいに独立リーグだったりとか、うん、大学生と時期によっては、はい、あの試合したりとかプロ野球チームもしてるんだけども、うん、多分このね1チーム少なくなったっていうところも多分一つの基礎なのよ。だって1チーム暇じゃんね、はい、俺らの時なんて6-6だったから、もう常に2軍も、まあ、年間100試合だけども、はい、1軍と同じスケジューリングで、うん、もう毎週試合で回ってたわけ、はい、でもそれができなくなっちゃうね、うん、だそこで偶数にしようって思いは多分一つあると思うんだよ、はい、これはどこも反対しないと思う、うん、まあ、偶数にした方が、はい、で、まあ、行くとなったらもう静岡しか行けない、まあ、結構いい中間地点ですよね。あのフランチャイズ権あるから、だから、うん、あのヤクルトが2軍を茨城に持っていったね、守谷かなんかに持っていくんだよね、はい、戸田から、うんうんうん、あれももうあそこしかないの行くのが、はい、千葉はロッテがあるから、あー、そっか、もう行ける場所がないフランチャイズ圏ないし、東京は、はい、神奈川は横浜でしょ、はい、で埼玉は西武があるから、はい、要はそのフランチャイズ圏あるから、そこの確認が取らないとその地区でそのプロ野球球団が興行できないよね、うん、はい、ってなったら、うん、ヤクルトの2軍も行けるとこって言ったら山梨か、はい、茨城か、はい、群馬しかないんだよ、関東近郊で言えば、はい、ってなった時に、うん、山梨はちょっと行けないね、ちょっと多いですね、寒いしね、うん、冬になってくるとね、うん、で移動もちょっと不便じゃんね、はい、一軍の入れ替えに、うん、で群馬はちょっと遠いよね、うん、そうですね、さすがにね、はい、ってなったらあの茨城の埼玉と県境の川を渡った時の、はい、多分守谷だったと思うんだけど、はい、そこにしかないの、へー、行けるのはってなった時に多分関東は無理なんだよ、はい、チーム作るのに、うん、ってなったら一番近くて関東に近いって言ったら上行くよりも横にずれた方が、はい、気候とかもやりやすいし、まあ、静岡あったかいですよ、でしかも、うん、ウエスタンも子だから、
ウエスタンの方にも臨機応変に行きやすいよね。はい、そうですね。ってなった時に、まあ、静岡なんじゃないのかなっていうね。あー、なるほど。でも2軍を、2軍だけ作るじゃないですか、うん、その人たちはじゃあこれからどういう風になるんですかっていうのは、だからまずそこが俺もよく分かんないところで、うん、まずじゃあ選手の取るの、はい、うん、どういう風に取るのってなった時には、多分大学社会人独立リーグと一緒で、はい、多分普通のスカウティングだと思う、はい、だからドラフトはないと思う。きっとその高卒大卒社会人とかの社会人卒からの、うん、取ってくる形になるんだ、はい、ってなったのよ、うん、独立リーグと一緒だってなんだよ俺は。いや、そうですよね。独立リーグと何が違うのっていう、うん、正直なんかその上の組織がないわけですもんね、うん、でしかもプロ野球っていうのは外国人選手以外はドラフトを返さないとプロ野球には入団できないわけ、はい、だからあの今年日本ハムから入ったあの加藤選手も日本人だから外国人選手扱いじゃなくてドラフトにかけなきゃいけないし、はい、昔あったようにマック鈴木さんとかもそうだし、うん、はい、日本人のメジャー経験で NPB を通過してない選手は全員マイケル中村とかもそうだけど、はい、あのかけなきゃいけないわけよ、はい、ドラフトに、うん、そうしないと外国人選手扱いになっちゃう、うん、だからその静岡にできる2軍だけの新球団にしても、はい、ドラフトで入らなきゃいけないから、ドラフト以外で途中から多分参入できないと思うんだよ、うん、ドラフトじゃないと、はい、でなった時に独立リーグと一緒じゃん。それがよ、もし7月までだったら、はい、好き勝手取れるってなると、はい、若干ちょっと話変わるじゃん。そこのトレードありみたいな感じになると、うん、とか補給部隊だけありみたいな感じになると、はい、若干話変わるじゃん、うん、まあ、でももしかしてこれはメリットなのかなと思うのは、その2軍選手と対戦ができるじゃないですか、うん、そうなるとスカウトの目にもつきやすいし、うん、こうプロと対戦をこうできるって意味では成長もしやすいのかなとも思いますよね、まあ、それもあると思うけど、うん、それによってね、はい、もしそういうチームが、うん、じゃあ2軍だけやりますっていうのが、はい、じゃあ増えていったらどうします。あ、確かにってなった時に、うん、もう独立リーグの意味がなくなるのよ。そうですね、うん、独立リーグの意味合いがもうなくなるわけじゃん。ってきます、はい、そしたら独立リーグって、うん、ここまでやっと、うん、なってきたのに、はい、下になっちゃうじゃんどんどん、うん、でこの、 その2軍だけのチームっていうのは、うん、いつ何時も入団できるのかっていう、まあでも選手としては独立リーグときっと一緒ってことですよね。でなると、うん、いつ何時でも入団できる受け皿が仮にあるとしたら、はい、でもし何人以上でもいい、うん、であったらもう受け皿満帆じゃんね、はい、で下手したら2チームできんなとかね、うん、このはい、静岡のチームだけで、うん、とかなる可能性もあるし、はい、広げれば広がるだけ独立リーグの存在価値がなくなるじゃん、うん、それだったら、はい、俺はね、はい、もうイースタンウエスタン、うん、やめたらいいんちゃうかって、うん、でそれで独立リーグも入れて、うん、はい、新リーグすればいいんちゃうって。あー、なるほど。その2軍戦を、はい、別にでもリーグ、イースタンリーグ、ウエスタンリーグじゃなくて、そのもうなんか全体的ななんとかリーグみたいな、はい、みたいにして、うん、そこにその独立リーグも参入していって入ったらいいんちゃうかっていう。あ、だ全部が全部入れたら柔軟チームになるから、はい、全部が全部入れないけども、そうしたら当たらないチームとかがなんかこう移動が大変とか、だから入れ替え戦にすればいいじゃん。だから要はその、うん、1年間はニュートラルにして、はい、でその大会するじゃんね、うん、西は西東は東で、はい、大会した中で、うん、あの独立リーグを優勝したチームだけ翌年ここに入るのよ、うん、この新リーグに、2軍戦の新リーグに入って、はい、うん、それが8チームなのか、うん、10チームなのか、はい、分からないけども、うん、そうして、はい、でその入った独立リーグの下位のチームっていうのは、はい、入れ替え戦っていう、まだ、うん、戦うからね、はい、だから要は独立リーグを3部として、うんうん、だから要は1軍、2軍、3軍っていう括りにして、はい、その2軍と3軍の入れ替え戦が独立リーグだけ行われるみたいな、うん、あー、独立リーグだけ、あー、うん、なるほど。でしていけば、うん、その不公平感もなくなるじゃんね、うん、で独立リーグの選手も NPB の2軍と対戦することによって見られる機会も増えるから、はい、そのドラフトにアピールするチャンスにもなるし、スカウトの目につきやすいですよね。でプロの2軍と戦うことによって自分たち の、 その足りないところも分かったりとか、うん、そういう経験値も増えるから、うん、別に新たな13球団を作るよりは、うん、そっちの方がいいんちゃうかって俺は思うんだよね。
独立リーグも反映するし、そう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 、うん、でもしソフトバンクみたいな3軍を作ってると、はい、もう3軍は3部リーグ据え置きで入って、はい、でその中でずっと3部リーグに入れるのか、年間シーズンをその戦っていくみたいな感じにして、はい、2部と3部の入れ替え戦もありますよ、はい、でその代わり多分 NPB のチームを3軍に入れ替えするってなると、はい、若干波風立つから、うん、この空いた4枠とか、はい、3枠とかのところのチームだけ入れ替え戦やって、うん、他の独立リーグもここのリーグに入っていく可能性ありますよみたいにすれば解消されると思うんだよね、はい、だからそこだけ別に特別視して作るよりは、うん、もう独立リーグも全部丸め込んで俺はやってもいいんちゃうかって思う、うん、そうですね、13球団目作るってなったら NPB の傘下になるわけですよね、うん、そう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 、うん、そのなんかこう明確な目的っていうのがなかなかこう、うん、まあ、分かりづらいっていうところが、しかも一軍もないからね、はい、でしかもどんなに頑張ったとしても結局はドラフトじゃないと入れないんだったら独立リーグとかと一緒だからね、一緒ですね、でそこであまりこっち側を大きくすぎると独立リーグが衰退しちゃうから、うん、はい、せっかくここまでねいい感じになって独立出身でも NPB ですごい活躍する選手たちもいっぱいできてきて、はい、いい形になってきてるんだから、うん、そういうのを作るっていうのも一つの手だよね、そうですね、うん、でそうなってきた時に、はい、社会人とかも衰退したら困るから、はい、年に1回、まあ、1軍は無理だけど、うん、2軍以下で大学の、うん、全日本選手権の、はい、じゃあベスト4以上が出て、はい、で社会人も都市対抗のベスト4以上が出て、うんうん、で2軍もみたいな感じで出て、うん、で天皇杯みたいな、はい、なんかこういろんなリーグのトップたちが集まったっていう、でその野球の天皇杯が集まる、うん、そういう試合みたいなのをして、うん、その交流、うん、大学社会人プロでしてもいいんちゃうか、面白いですね、さすがにまあ1軍はね、はい、出ていったらちょっと話が終わっちゃうからね、うん、はい、まあ、2軍にしてとかね、それで大学が優勝とか独立リーグが優勝とかだったらまた面白いですね、うんうんうん、なるからね、はい、でそういうのをして集めにすると、うん、もうちょっとこのいろんな面での活性化もつながったり、はい、連携もできたりとかしていくのもあるから、うん、俺はその13球団目を増やすっていうよりもそっちの枠組みで考えた方が、うん、そうしたら独立リーグ側の経営もちょっと上向く可能性もあるじゃんね、はい、うん、で試合数もそこを合わせたらどっか暇になるところもないし、うん、保たれるし、はい、実践経験も増えるし、うん、外戦とかもあったら独立リーグの中だけでも競争意識も伴うし、うん、2部なのか3部なのかっていうところの面白みもあるし、はい、で社会人大学生とかも年1回で天皇杯みたいな形を作っていければ交流もできるし、うん、それによってまたモチベーションも上がるだろうし、うん、っていうのは俺これがいいんちゃうかと思うんだよね、うん、その中で静岡だけ増やすっていうよりも、ね、はい、そうですね、うん、まあ、でも今まだまだ課題もあるだろうし検討中ってことなのでね、うん、どうなっていくのかなっていうところですけどね、うん、でも俺何気にこのまま最強なんちゃうかと思うんだよ面白くない、はい、でしかも独立リーグの選手たちもモチベーション上がるじゃん、はい、NPB の選手たちと対戦できるっていうのもあるし、なんとかリーグっていうところで対戦できるっていうところもあるし、うん、はい、でその入ってないチームも年に1回入れ替え戦あったら、はい、来年はそのリーグにジャンプアップするぞっていうね、うん、モチベーションにもなるし、なんか2軍の選手たちのあのなんかこう闘争心にもなりそうじゃないですか、うん、独立リーグの人にはやっぱ負けられないっていうのもあるし、うんうんうん、でも2軍の選手は1軍に上がるっていうモチベーションがあるから、はい、それ以外の人たちのモチベーションを上げるために、あ、なるほど、うん、ね、やってあげたいっていうのと、はい、あとはもう大学社会人とかも昔はなんか社会人の優勝対大学生の優勝が試合してたからね、へ、1試合だけ、はい、そのなんとかチャレンジカップとかなんとかかんとかっていうのがあったけど、それなんか知らない間いなくなったんだけど、はい、そういうのももう一回反映しても、うんうん、そっちの方がいい、なんかよくわかんないんだよね、うん、メリットが、そうですね、その13球団目だけ作って、うん、1軍もないのに、はい、であんまりそこを強靭にしすぎると、うん、前のソフトバンクの4軍戦の時も言ったけども、うん、独立リーグとか社会人とか衰退していっても、うん、その目も当てられないし、はい、そこら辺うまく共存共栄していくためにも、うん、どっかだけがいいわけじゃダメだから、うん、そこら辺はもうちょっと柔軟に考えてもいいんちゃうかって思うけど、そうですね、はい、まあちょっと注目どころですね、そう、まあ、まだまだこれからね議論も多分積み重ねるだろうし、はい、いろんなことがそんなすぐできるようなことじゃないと思うから、うん、はい、あのいろいろちょっと見ながらまた続報を出したいと思いますけども、はい、皆さんはねどう思いますか、はい。